ガンモドキはい、どうもねみるです。今回はですね、蝶フェスについて解説をしていきたいと思います。僕のチャンネルはですね、プレイ動画をバンバン上げるというよりは、まあバウンティーラッシュ全般の解説チャンネルとなっているので、始めたばかりの方も非常に多く見てくださってるようなんですね。で、まあ何やらこう蝶フェスと騒いでいるけれども、何それとか、どういうキャラなのみたいなところを結構皆さん疑問に思ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思うところで、解説をぜひしていきたいと思います。これを見るとですね、まあ、超フェスがなぜ強いのか、まあ、そしていつ出るのか、まあ、どうやったら手に入るのかみたいなことがわかるかと思いますので、ぜひ見ていってください。ちなみに2022年4月16日にも解説をしている動画があるので、そちらも合わせてみるとより理解度が深まると思います。はい、では早速いきましょう。コンテンツとしては3つ解説をしていきたいと思います。まず1つ目がいつ手に入るのかっていうところ、そして2つ目なんで強いのか、こちらが一番ボリュームが大きいところですね。で、3つ目、一体全体ダイヤがいくつあれば手に入るのか、そういったところですね。今回この3つに絞って解説をしていきます。では早速いつ手に入るのかというところなんですが、基本的にはですね、1月と8月の半年ごとの周年イベントで出るキャラとなっております。一応それ以外だとですね、復刻という形でそのキャラの誕生日ですとか、ちょっとしたイベントなどで引けることもあります。ただですね、基本的にはこの1月と8月の周年イベントでドカンと出るようなキャラクターとなっております。では次ですね、なぜ強いのか、もうこれはですね、非常にちょっとボリュームの大きいところにはなるんですけれども、僕は、大きく3つに絞って解説をしていきたいと思います。まず特性、そしてスキル、最後にブーストというところですね。この1つ目の特性、もうこれにほぼ全てかかっていると言っても過言ではありません。蝶フェスはですね、この特性がめちゃくちゃ化け物なんですよ。キャラタイプとかね、属性でもなく、このほとんどは特性で決まってきます。具体的に言うと、特性の数と質が非常にいいんですね。じゃあ見ていきましょうか。まずですね、特性において超絶キャラ強い理由、この3つだと分析しています。数、ステータスアップ、そしてスキル短縮特性ですね。ではまず数の部分を見ていきましょう。ここに超フェスのキャラクターをもろもろ並べているんですけれども、あのフェス限とか工場と比較して大きく違うところが1点だけあるんですね。例えばこのドゾロさんなんですが、特性1と2どちらも2つずつしかないと思います。ただですね、見てください、超フェスの人たち全てこの特性1に3つずつ揃っているんですね。ここが非常に大きな違いです。この特性が1つあるかないかで大きく違うんですけれども、それが一気に2つも多いというところが、この超フェスの非常に大きな特徴となっております。そしてですね、比較的この一番上のキャラ特性もですね、3つ以上はありますね。大体まあ工場とかだとこれ1つ2つのキャラクターも多いんですけれども、まあ、超フェスは必ず質のいい特性が3つ揃っていることが非常に多いです。ちなみに、めちゃくちゃ弱いと言われている超フェスのシャンクスですが、このキャラ特性が1つしかありません。はい、お疲れ様です。続いてがですね、ステータスが上げやすいというところですね。こちらは例えば、ここにあるような体力、攻撃力、防御力といった一般的にまあステータスと呼ばれるものですね。こちらは比較的簡単に上げやすいキャラクターが超フェスには多いです。例えばこのカイロウさんですね、彼はお宝ゲージを貯めているだけで防御力が上がっていきます。最初の2つの旗を貯めるだけで 70% も増加してしまうんですね。そしてこの赤犬さんであれば、敵を猛化状態にするだけで攻撃力が 10% も増加すると。ロジャーに至ってはスキルで攻撃しただけで攻撃が 20% も上がっちゃうんですよ。さらにゲッターであるヤマトですとかおでんであれば、旗を取るだけで体力回復がついてくるに加えて、ダメージカットなどもついているので、ゲッターでありながら耐久力も担保されているということですね。まあ、こういった感じで簡単にステータスをアップしちゃえるという点が、超フェスには抜きん出てついている特性でございます。はい、続いてですけれども、スキル短縮が必ずついているというところですね。バウンティーラッシュっていかにスキルをうまく使うかというゲームでもあるので、スキルを高回転していくっていうことはそのまま勝率にもつながってくるんですね。そのスキルに関して短縮する特性が、全超フェスキャラに必ずついているんです。例えばですね、まあこちらのゼファーさん、はい、ヤマトさん、はい、ついてますね。シャンクスくんすごく弱いですけど、シャンクスくんでさえついてます。2個もついてます、シャンクスくんは。はい、
で、オーデンくんもついておりますと。そして、ユメルフィーさんもついておりますね。はい、こんな感じで全ての全キャラについているので、次に来るね、超フェスのキャラも必ず入ってると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いかにこの特性が超フェスを形作っているか、ということが分かっていただけたかと思います。まあ、そもそもの一つ一つの特性の質が高いっていうこともありますね、正直。まあ、だってさ、よく考えたらさ、このいかに弱いヘルメッポみたいなキャラでも、例えばさ、特性でなんか最初の1分は、どんな相手でもワンパンで KO できる、みたいな特性があったら、もう超フェス以上に強いでしょ。ということでね、本当に特性はそのキャラの強さをね、一番表すと言っても過言ではないくらいめちゃくちゃ大事なんですよね。なので僕の解説ではよく話すんですけれども、特性を制するものはバウンティを制すると本気でお伝えしているのはこのことになります。はい、では続いてはですね、スキルに関してですね、こちらも言わずもがななんですけれども、超フェスってスキルが他のキャラに比べて化け物級なんですよね。例えばこちらでご覧になっていただいているおでんのトツカとかね、ロジャーのカムサリなんかは火力高いくせに避けづらいんですよね。まあこれでね、何度もワンパンされた経験をお持ちの方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ゼファーなんて3つスキルを持ってると、そもそもね、最初の時から3つスキルを持っている。そのうち1つのね、ダイナガンは避けにくい上に体力 70% も削っちゃうというね、最高の性能を持っています。さらにさらにこのユメルフィーに関してはもう実質スキル4つ持ってると言っても過言ではないと思いますよ。もうチートよチート、こんなもんチート、本当にまあこんな感じでね、スキルの特性とかそもそもの性能、こういったものが桁外れのキャラクターというのが超フェスの特徴でございます。火力もすごいし、しかも結構フル回転で高回転でスキルを回せるということがね、スキルの超フェスの特徴でございます。はい、そして超フェスがなんで強いのかを解説する上で欠かせないのがこのブーストですね。チームブーストというチームに影響を与える特性があるんですけれども、これは超フェス以外だと超ブーストではなく普通のブーストになってるんですね。はい、こちらのゾロさんのように、攻撃力ブーストと書いてあると思うんですけれども、超フェスだとどうか、はい、超がつきましてね、いきなり超攻撃力ブーストという風になりました。はい、こちらはもうチームメイトのね、攻撃力が大幅に増加するということになります。まあ、自分のみならずね、チームに与える影響もスーパー級ということになりますね。まあ、例えばですね、通常の攻撃ブーストだと確か 1.5 倍ぐらい攻撃力が上がったと思います。これにね、超がつくと確か2倍ほど上がるというお話ですね。もうブースト中のロジャーとかオデン、赤犬、この辺りに近づいちゃいけないっていうのはこういう理由があるんですよね。はい、はい、では最後はですね、一体全体何個のダイヤがあれば手に入るのかというところですね。これはですね、そのキャラクターによっても違うので一概には言えないんですけれども、まあ私ネビルはだいたい2000個前後で確定と覚えておけば良いかと思います。はい、こちらをご確認いただければと思うんですが、今までゼファーに至るまで来ている超フェスのキャラというのはだいたい2250か1900個ぐらいで来ているんですね。あの化け物のユメルフィを除いてはということになるんですけれども、だいたい2000個前後で来ております。はい、なのでまあこの2000というものがね、一つ基準になるかなとは思うんですけれども、もしかしたらでも別に10連で引いちゃうことだってありますから。はい、僕もね、ユメルフィーに関しては確か20連か30連ぐらいで、引いておりますので、まあ本当に運がいい方はね、2000個も使わずダイヤを温存した状態で超フェスを引けちゃうということですね。はい、ただですね、大体やっぱ2000個前後というのが目安になってくると思うのと、あとは確率についてもですね、大体のフェス限とか、そういったキャラクターは排出率 1% なんですけれども、この超フェスに至っては 0.2% となっています。なのでイメージとしてはですね、まあ、500個の弾が入った中で1つを引き当てるような本当に気の遠い作業を、このガチャではやっていると思っていただければと思いますので、10連とか20連で当たってる方はめちゃくちゃ運がいいんですよ、本当は。はい、結構皆さんコメントで当たりましたとかってさらっと言ってくれるんですけど、本当はめちゃくちゃ運のいいことなんですよね。はい、それをね、次の超フェスでもし当たった方がいたら、ぜひぜひ身に染みていただければと思います。ちゃんと自分は強運の持ち主だと、はい、自信を持っていただければと思いますね。はい、今回はですね、 3.5 周年に向けた超フェス解説をさせていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか。
皆さんの中でまだこういうところが疑問ですなどあればですね、どしどしいただければと思います。それをもとにいろいろちょっと動画を作ったり解説をしていきたいと思います。はい、では皆さん、なんとか 3.5 周年超フェス一緒に引きましょう。はい、ではお疲れ様でした。